じゃあ頑張ってね。はい。僕はここのあの川でハゼでも狙って待ってます。はい。釣れたら電話ちょうだい。小城くんが持ってる。お願いします。彼らはね、歩いてあの沖のリーフエッジまで行きます。僕は足の古傷が痛むので、この足元の川でちょっと遊んでますね。残念残念です。期待しましょう、若手に。さて、いるかな。もうちょっと大きな川だと楽しいんだけどな。うん。いるかしら。まあ、ちょっと頑張ってみるね。よっ。ちょんちょん。こうやってね、シェイクしながらリトリーブしてたら、あ、ついてくるんで、いたら。さすがに浅すぎるか。うん。あそこへ歩いていくのはちょっとダメだな、僕は。足の傷が癒えてないのできついかな。行ってみるかな。リーフエッジまでは行けないけど、あのサーフだったらなんとかなんねえかな。近くまで行ってみよう。ああもうここでへこたれてるよ。痛いよ。頑張れ。頑張れよ。綺麗だね。うわぁ、いいサーフだな。それこそサーフで、あず釣りしようか。いってってってなんかギリギリあそこまで行ける、サーフまで行けそうな気がする。あ、なんかあそこ歩いてくれたみたいだな。こう回らなくても、あそこ絶対で、さっきの駐車場近いんだ、あっこの方が。じゃあこの辺に据えて、おお、何来る。もうちょっと後ろ、何かな。いやー、ひっつき虫がいっぱい。ヤブのひっつき虫がチクチクするなと思ったら、懐かしいね。夏休みだ。ひっつき虫。あ、なんか釣れてるな。写真撮ってるぞ。なんか釣れたみたい。リーフなんか釣れたみたい。ほら。ほらって言ったら見えるよね。ズームでないと。写真撮ってます。さすがリーフエッジ。あ、ついてきた。そこまでついてきた。ハゼっぽいやつが。これは、チャンスあるぞ。よし、来た。あ、よし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 。なんだこれ。ヒットヒット。ふふ。こんな釣れたよ。
釣れた陽光だ。何これ。糸引き味じゃない。なんだろう。やったね。やったじゃん、釣れた。これ楽しい。ナットジグの、見て見て見て、5.5 グラム。助けてくれるよね、ナッツ。はい、バチッ。よし。こいつがかかる前に、細長いやつがヒットしたのよ。待望の外イワシかもしんない。外イワシ、あの辺うろうろしてんな。見えるんだよ、シルエットが。食わねえかな。食わねえかな。細長いやつがね、7匹ぐらい群れになって、残念ながらすぐバレちゃったんだよね。どっか行っちゃったな。すごいスピードだね、やっぱり。かけたと思ったら一気に2メーターぐらい左に走ってバレて、それに今のアジみたいなやつが食いついてきた。すげえスピードだったのかけて。残念だな。あれ一匹取ってるよ。僕の仕事は住んでたかもしれないくらいいい魚なんだけどな。ボーンフィッシュかけたよ。かけたけどバレたよ。フィッシュ。うわ、濡れちゃった。もういいや。靴なんか塗りたってどうってことねえぞ。さっきの外イワシとおぼしきやつのシートでスイッチ入っちゃったよ。あ、目の前来た。目の前に群れが来た。立つと見えるが、よし、あ、前向かれ。足が濡れた。また釣れたけど同じやつ。さっきのと一緒かな。はい、2匹目釣れました。アシストフックにかかってる、見て。ハゼクラアシストに。大好きこいつに。沖の皆さんも順調に釣れてるよ。すごいカメラマンがスチール撮ってるもん。さあ、どこ行った外ちゃん。この辺行ったり来たりしてるんだけどね。あ、いた、いた。来てくれ。
ップはねえか。見切られちゃったからもう。あ、これはこれはいいの食った。これでかい。わあ、全然寄らない。おお、バレるなよ。わあ、すっごい引いてる。あ、これはあの。あれだ、GT 系の引き方だ。まずいことに岩の向こうなんだ。これは置き殺ししよう。置き殺ししよう。寄せちゃやられる。おお。左走ってくんないかな。お、左来た来た来た。いい感じだよ。おい、脅かさないようにゆっくりゆっくり勝負しよう。これはヌン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 してるから霞味とかその系だよ。これバレるだよ。頼むぜ。お、またこんな右走った。うこれはもうウエストまで行った。行っちゃ行っちゃ。やっちゃった。浮き輪が開いちゃった。浮き輪がもう絶対沈まない。あら、取れてなかった。ひょっとして。そうだろう。いやー、こんなんついちゃったよ。これ、40センチ超えて尻尾の先まで入れると50センチぐらいある。よく引いたー。脳が昔にも取れてなかった気がするんだよな。いやー、ちょっと残念だな。よかった。いいの一本取れた。ああ。いやあ。満足です。ああ。水に浸かったらさ、足の振る傷が痛いのなんの。ドッキンドッキン。いいね。人と人ってから。で、思うようには動かない体で、まあまあこの体で退治できるぐらいの楽しいサイズね。しかもね、で初めての魚種を初めての場所で釣る、これがね、ここ10年15年ぐらいの僕のね最大の楽しみになってる。100メバル釣ってくださいとかね、4マルだけ釣ってくださいとか、メディアさんからオファーがない限りね、もうまずやらないんですよ。みんなインクスの若手にお任せで、僕が
自分で自らやりたくなるのは今日お見せしているようなね、こういう釣りです。かー、満足だ。いやもう乾杯したいぐらい。外どうなんだろう、同じような魚釣れてんのかな。ねえ、カメラさんだいぶ忙しくスチール撮ってたから、リーフの2人組は結構連発してるみたいよ。ねえ、やっぱりリーフエッジまでドロップ風近いところまで行けばやっぱり釣れるよね。港内堤防はね、ほんとダメダメだけどね、こういうあの南の海って。だいたい堤防はね、あまりいい釣りできないって。うん、お、地球さんと小僧くんの距離が広がったところを見るとちょっと一段落ついたかな。うん、いやー楽しかった。だんだんうねりが落ち着いてきたね。この磯が被らなくなってきたから、うん、いや危なかったな。やっぱドラグ緩めてさ、あの無理をしなくてよかったよ。無理したらね絶対バレてる。フックが2本ともわかるかな、こう水平よりこう開いてるでしょ。お、電話だ。もしもし、聞こえるよ。聞こえます？うん、十分魚が取れたんで帰りましょう。いやいや、レモンさんに一匹に切ってもらえないかって持ってきて。ああ、俺こっちでね 50センチちょい超える銀色の釣ったのよ。15分ぐらい格闘したよ、全然寄らなくて。あ、本当？うん、で上田水没してパンクして浮き輪に見てごらん、こっち黄色に見えるだろう。ああ、それやったあれなんだ。なんとか、あのタイドプールの池といたら波ザブッときて逃げちゃったんで、写真だから押さえてあるけどね。うん、疲れた。もうそのファイトで足こちガクガクやられて。うん、ちょっと休んだらそっち行くよ。ただ、ライダー系貸してくれないと、開いて、あるいは開いたまま撮るのも面白いかもね。はい。